はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。さあ、今回はモンザレーシングね。はい、こちらのフォーミュラモッドね。フォーミュラホイールモッド ESO です。これに付け替えました。で、これのオープンボックス編と組み立て編は、前々回の動画で作ったので、そちらの方をご覧になってください。で、こちらのモッドに興味のある方は、この動画の説明欄にオフィシャルのリンクがあるので、そちらの方もご覧になってみてください。で、このフォーミュラモッド、これね、280mm です。で、R5 ね、R5 のバンドルについてくるステアリングがこちらの D 型ハンドルになりますね。この D 型ステアリングと、今回のね、このフォーミュラモッド、同じね、280mm で、全く同じです。ね。なので、このモッドをつけてるときは、ここのパドルシフトのね、このアダプターはつけていません。12インチのね、305ミリのモッドをつけたときには、こう大きくなるんでね、ここのあのアダプターというかブロックをつけて延長したんだけども、この場合はいらないです。ね。はい。おじい、これすごい楽しみにしてたので、やっぱフォーミュラ系のマシン乗るのが多いので、やっぱね、これ、ね、これがいいんです。ね、ケイマスのね、オファーの時も、いや、こっちのタイプの方がって言ったけどね。あの丸いのが来たけど、ね。まあ、丸いのでいいんだけどもね。いや、これがちょっとね、夢だったんだよ。ね、いや、また一つね、夢が叶ったよ。いや、もう、セキューモザレーシング。ね、もう、ベリーベリーハッピーだよ、ね、いや、こういうのをねガチャンってつけてやってみたかったんだよ、ね、はい、それでさあ、認識だね。認識がちゃんとできるか。モザの場合はこれね、こう矢印をこっち向きにして、でモザって方向を上にしてね、このステッカーがあるのを上にしてガチャンってやると向きがバッチリあります。入った。おー、違うぜ。これはね、ガチ違う。これ操縦桿。うわー、これ、とっても同じ系とは思えない。軽い。軽い。本当か、これ確か500ミリだったんだけど、こっちがね、800いくつぐらいかな、300ぐらい違うと思うんだけど、いや、とにかく、軽い。すごい軽い、これ。いや、これとはもう全然比較にならないぐらい、すごい軽い。ファーストインプレッション。もう、羽のよう、本当。多い日でも安心。すっげえ軽い。こうやって運転するんだ。うわぁこれいいなぁ。すごくいいなぁ、これ。めちゃめちゃいいなぁ。いやぁ、これすごい。なんかね、滑らかスムーズ。なんかね、うん。ここはあるけど。さあ、電源入れます。電源。テンション上がる。さあ、来るか、認識来るか、来た来たね。で、ステアリングはあの D 型ハンドルになってるけども、ね、あそこの絵が変わったらかっこいいんだけどな。いやー、いいねいいよ、ね、で、カートにしてね、180度設定にします。じゃあアシコル起動したいと思います。よいしょと。いやー、これでアシコル走れるんだ。すごく嬉しい。うわー、めっちゃ本格的だ。すっげー嬉しい。ふぅー、かっこいい。なんかね、ここがないだけですごいなんかすっきりして、で、ここが光ってるのがなんかすごいなんかね、イメージが同じやつなんだけど、なんかちょっと違う。かっこいい。
いや、嬉しいな。じゃあ、シフトとかは大丈夫だよね。一応、照射系がいつもか、ああ、やっぱりな。やっぱり、なんでこれ記憶してくんないのかな。毎回やんないとね、ダメなんだね。これで置いて、うわ、重たい。で、シロトル、で、ブレーキ、で、クラッチ、で、シフトアップのシフトダウンと。で、ウィザードで、いや、軽っ。ボタンを押して、ホイールを操作して、で、中央に合わせて、90度回す。ペダルウォークまでも行きます。ブレーキ。あれ、反応しない。よし。い。で、ダウンす、次に。で、シフトアップ、シフトダウン。で、これはパス。ね。よし。いや、重みがすごい、なんか重みが今マックスにしてるんだけど、5.5ニュートン、なんかすごく重みが、で、この裏側が、この人差し指が当たるところがちょうどなんかね、こう持ちやすい、こうやって持った時に本当持ちやすい、わあ、これで走ってみよう。じゃあ、マシンを、いや、すっげえワクワクすんな。よいしょ。じゃあ、コースはスパイク。ヒュー。かっこいい。なんか、俺でそんなったぜって感じだよ。お、シンクロしてる、シンクロしてる、シンクロしてる。おおおシンクロしてるぜ。かっこいい。ああ、伝わってくるね。細かく伝わってくる。ちょっと重たいな。マックスは。
情報がね、本当ちょっとオーケストラで来るThank you.
やおもしれー、こんなに違うんだ。ほんとね、これを使ってこうやって持っててもこの角度自体は変わんないんだけど、ここがねあるとないだけで、このこうやって持ってる時が全然違う。これね、何なんだろう。あとここの形状、これねちょっと太いのをそのまんま握ってるって感じなんだけど、こっちはちょっとねこれぐらいなんだよね。これは太いんだけど、だからしっかりとこうここに収まって持って余るぐらいでグーって持っていけるんだよ、グーって。で軽いでしょこれね。あとシンクロしてるからね、いやすごい分かりやすい、こっちよりも。とにかくホームランはこれでもこうやって走ってるけど、なんかねこうやってなんか邪魔みたいな感じで、なんかねここ太いんだよ。これすっごい扱いやすいんだけど、軽くなったからタイヤが重たくなった、すごく。テコの原理っていうの、こっちが重たいとグーってこうほらあっちの重いのをグーって、ね、持ち上げられるけど、こっちが軽くなったらグーってこうだ、ハンドルがこう楽になったんだけど、でもタイヤが重たいので、今までよりもボボボボンってくるのが、このすごい軽いからモルにくるんだよ、ボーボーボーとかってガラガラガラとかね、にゃーっていうのが。だからほんとね、今までと全然違う、すんごいです。このモッドは神だよ、ほんと。まあドリフト勢は丸いのが神だけど、いやおじんフォーミュラ大好きだから、これすごい神。ただあれからこれにもっと変えたばっかの時はちょっと 5.5 ニュートンだとちょっと強いんで、ちょっとねもうちょっと抑えないと、いきなりだと軽くなったんで、辛いかな本当、ちょっと軽くしてみようかな。いやーこんなに違うんだ。じゃあ 60%、 で 60% にして、でちょっとコース変えます。マシンもねちょっとデフォルトのもうちょっと遅いのに。いやーウルトラ気持ちいい。レグナーシェカにして、いやー夢に見てた、やっぱこのフォーミュラーステアリング、これいいわ。うん、全然違う、走りが変わる。おーいいなー、このシンクロ具合。
ここすごい、ここ曲がりやすくなった。もう一回 5.5 に戻そう。まあシーンが変わったからちょっとこれまた 100% に戻しよう、じゃあ力つきました。いや、とにかく軽くなったことによって、この情報が
増幅されてくるんで、本当ね、些細な情報から今まで拾ってた情報、これだとちょっとに鈍いって感じなんだよね。これで、ね、すんごい違う、曲がりやすくなったのと情報が違う。でちょっとあの慣れがしようかな、本当ね。うん、で楽しい、すごく、ね、いやこれちょっとね、これ気に入ったんで、ちょっとしばらくこれだな、本当。まあ、マリンでも使うけど、ちょっとおじ、これハマりそうな、これ。楽しくて楽しくてたまらない、これ。これが今めっちゃめちゃ楽しい。ね。あの、ゴーカートってどうだっけ、ゴーカート。あれはマルハンドルだっけか。ゴーカートって、ね、ちょっと見てみよう。ゴーカート。どっかにあったよね、ゴーカート。ゴーカート、あれあれあった。ね。ゴーカート。で、マウンテンなんとか。カートってこう違う丸だっけか、カートはちょっと記憶にない、全然記憶にない。カートは丸ハンドルだったかな。よいしょ、カートは丸だね。お、いや、おも、あ、カートはやっぱ重いな。欲しいな。なんかあのフォーミュラじゃなくてもこういうハンドルの車ってあったよね、なんかね、いろいろ。こういう車、これあれかな、これかな、これがないとダメかな、どうだろう。キュー、あ、ギア入れ、これどうしたらいいの、これこれ設定でさ、あのだってマシン乗れないってことでしょ、シフターを使わない、これでいいのかな、これで、これでいいのかな、私これ使わないにしたからこれなのかな。
早く。これ丸じゃないから、これをね、丸じゃないから当たると痛いんだよこれ。ちょっとね、痛えなおい。これはね、ちょっといつ止まるのよこれ。よ、いつ止まるのこれね。はい、ということでね、緊急停止ボタンかなかないと、これね、丸いやつだったらシューってなるけど、これ痛えよこれ当たると。すげえ痛えよこれ。ちょっと恐怖だなぁ。そこ気をつけねえと、しっかりと持って押し、来たね。やっぱダメなんだ、あのシフターつけてないとダメなんだね。はい、じゃあまあ諦めましょうということで、ね、いやー面白かった。はい、楽しかったです、ね、このフォーミュラーステアリングモッド、これはね最高です、本当ね、ね、はい、いや本当ね持ちやすい、これは楽しいわ、めっちゃめちゃ楽しいわ、おじいは丸ハンドルよりやっぱこっちがいいな、これめっちゃ気に入った本当、ヒューはい、そんなわけでね、今日はここで終わります。最後までご視聴いただきありがとうございましたね。これ、オフィシャルあるからね、もしよかったらリンクで見てください。またね、バイバーイ。